フェルナンド・ルイス・イエロは、スペインの元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。競り合いや、空中戦に強く、長きにわたって、スペイン代表やレアル・マドリードの守備のようとして、活躍した。身長187センチメートルと大型の、ディフェンダーであったが、フィジカルだけではなく繊細なテクニックも、特徴的であった。 フリーキックやペナルティーキックも得意で、スペイン代表での通算得点数はラウルに抜かれるまで歴代1位だったほか、1991から92シーズンはリーグ21得点を挙げてマノロに次ぐ得点ランク2位となった。また、スペイン代表やレアルマドリードのキャプテンとして優れたリーダーシップが評価されていた。兄のマヌエルもサッカー選手で、 センターバックをしており、マラガ CF や、レアルバヤドリードなどに所属してプリメーラディビシオンで174試合に出場している。1968年3月23日、マラガ県のベレスマラガに生まれた。地元クラブのベレスで、サッカーのキャリアをスタートし、1987から88シーズンに、 レアルバリアドリードへ移籍して、1987年10月4日エスパニョール戦にて、プリメーラディビッシオンにデビューした。1989から9 0シーズンに、レアルマドリードへ移籍、DF やボランチとして、5度のリーグ優勝、3度の UEFA チャンピオンズリーグ、2度のインターコンチネンタルカップなど数々のタイトル獲得に貢献した。 1997年から始まった UEFA クラブフットボールアワードでは初代の最優秀 DF に選ばれた。1991から92年シーズンには12月1日エスパニョール戦でハットトリック、4月19日のエスパニョール戦では4ゴールを決めるなど自己最多の21ゴールを決めた。マヌエル・サンチス・オンティジュエロが引退した2001年からは クラブでもキャプテンに就任し、強力なメンタリティで、クラブの銀河系政策により集められた遺跡組と、チームの古株組をまとめ上げ、チームの精神的支柱となった。さらに、展開力に優れていたイエロは、DF ラインから、豪華なタレントを要する前線にボールを供給する、攻撃の起点の役割を果たした。また、 非常に攻撃的なロベルト・カルロスの攻撃参加をフォローするための DF ライン形成やラインコントロールを担いさらに的確なポジショニングから強靭なフィジカルを生かしたマークでクロード・マケレレイ、ヴァン・エル・ゲララと共に攻撃編長のチームの守備を支えた2002年3月のレアル・サラゴサ戦においてはハットトリックを達成したしかし守備陣への低待偶への不満から クラブ側と衝突を繰り返したことや、年齢的な衰えから、2002から03、シーズン終了後には契約更新のオファーはなかった。そのため、シーズン終了後、契約満了に伴い、カタールのアルラーヤン SC へ移籍した。2004から05シーズンには、イングランドプレミアリーグのボルトン・ワンダラーズ FC へ移籍し、再びプレーへの場をヨーロッパへと移した。そして、 シーズン終了をもって引退を宣言した。最終所属クラブとなったボルトンでは DF ラインではなく守備的ミッドフィールダーでプレーすでに36歳であったが、レギュラーとして高いパフォーマンスを披露した。イエロ本人の活躍はもちろんだが UEFA カップの出場権を得たことで選手層の確保が必要だったこともあり、クラブは契約更新のオファーを出したが、 イエロは引退を決意した。1989年9月20日に行われたポーランドとの親善試合でスペイン代表デビューし、その後も FIFA フフワールドカップ4大会で召集された。イタリア W 杯では出場機会はなかった。1993年ワールドカップアメリカ大会予選では最終節を前にアイルランドが勝ち点17。 デンマークが勝ち点16、スペインが13であったが予選最終節のデンマーク戦で決勝ゴールを決め、この結果デンマークに逆転でワールドカップ出場を決めた。アメリカ W 杯ではラウンド16のスイス戦で1得点、フランス W 杯ではグループリーグ初戦のナイジェリア戦では1ゴール1アシスト、第3戦のブルガリア戦では1ゴール2アシストを決めたが、 グループリーグで敗退した。1998年にアンドにスビされたからキャプテンを引き継ぎ、日韓 W 杯では、グループリーグ初戦のスロベニア戦、パラグアイ戦でもゴールを決め、準々決勝まで進出、PK 戦の末に韓国に敗れ、その試合が代表最後の試合となった。大会後スペイン代表としては、唯一の大会オールスターチームに選出された。 スペイン代表として通算89キャップ29ゴールの記録を残した。89キャップはスペイン代表における当時のフィールドプレイヤー最多出場数、29ゴールは当時の最多得点数となる。親善試合に臨むイエロスポーツ関連のマーケティング会社を経て2007年9月にスペインサッカー連盟発のスポーツディレクターに就任した。 スポーツディレクターとして、スペイン代表の UEFA 欧州選手権 2008-2010FIFA ワールドカップの優勝に尽力した。フェフより2014年までの契約延長のオファーを受けていたイエロの元には、レアルマドリードからも、ホルヘ・バルダーノの公認として入閣のオファーが届いた。最終的にはフェフを呼びレアルマドリードからのオファーを断り、 2011年6月に契約満了となった。2011年7月、故郷のクラブである、マラガ CF のジェネラルマネージャーに就任した。だが、2012年5月、就任から1年足らずで退団した。2014年7月、レアルマドリードカスティージャの監督に就任した。ジネディの時代の後任として、レアルマドリードのトップチームの副監督に就任した。 これにより2002から03シーズンに退団して以来のマドリー復帰となった。2016年6月、セグンダ・ディビシオンのレアル・オビエドの監督就任が発表された。契約期間は1年間でさらに1年間の延長オプション付き。2017年11月、スペイン代表のスポーツディレクターに就任。2018年6月13日、 レアルマドリード CF の監督に就任し、代表監督を解任されたジュレン・ロペテ,テギの後任として 2018FIFA ワールドカップのスペイン代表監督に就任した。グループリーグを一勝2分の1位で通過したものの、決勝トーナメントラウンド16で開催国ロシアに PK 戦で敗れ敗退。7月8日に辞任が発表された。在任はわずか25日間であった。 また、スポーツディレクターを退任することも合わせて発表された。2020年現在は、スペインサッカー連盟の職員に復職している。1994年、スペイン代表で練習中のイエロレアルマドリードある、ラーヤン。ありがとうございます。